髪の毛がボサボサだ、髪の毛がボサボサ、怪我してないのに絆創膏も剥がれてる。ひどいわひどいわひどいわ、貼ったらすぐに剥がしてよね。この恨み腹さで置くべきか、置くべきかか。なんちゃってて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 てパンドラの箱開けたり。髪がボサボサの時は何を使ったらいいんだ。これかしら、あれかしら、どれかしら、これかしら、あれかしら、これかな、これかな、あれかな、これかな、どれかしら。まずは櫛で解いてみるわね。溶かし溶かし櫛櫛溶かし溶かし、痛い、刺さったよ。こんなのじゃいつまで経っても無理よ、無理よ。痛い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 。というわけでこちらのレノアリセット、あとバスタブを使うわね。きっとこれで完璧ね。まずはなけなしのレノアリセットを入れるわね。魔法のミルク、お湯を入れまーす。ジャバ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 。お洋服が汚れたら嫌なのでタオル巻きます。タオルをぐるぐる巻きにしました。毛穴にお湯が入らないようにそーっと髪の毛をつけてね。気持ちいいわ、暖かくていい気持ちいい。ジャバ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 、二泊はしたいわ。お湯の中でゆらゆら、お湯の中でチャープチャープ、お湯の中でチャープチャープ、ゆらゆらチャープチャープ、ゆらゆらチャープチャープ、ゆらゆら。湯上がり爽快バブー、優しい服装と櫛で解いてね。優しい、そーっと櫛で解いてよ。そーっとね、そーっと解いてよ。抜けちゃ嫌だからね、そーっとよ、そーっと。しっとりサラサラふわふわ、レノアリセットがする。ドライヤーで乾かしていくわね。ひな祭りに買ってもらったドライヤー、エルサコイ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 エルサエルサエルサ。茶番はこれぐらいにして乾かしに行きます。わあ。Wow! Wow! Wow! Wow!